おはようございます。そっかじの久保です。今日は5月17日火曜日朝5時の相場解説を日足から順番にお届けしたいと思いますけども、今日のテーマはですね、チャートは語るということでございます。チャートは語るってどういうことかっていうと、実はね、えー、私がこうやってチャートを見てるとき、皆さんもそうだと思いますけども、このチャートの中から何かがね、語りかけられているんですよ。それお気づきになりますかね いやすごくシンプルですよ別にスピーデアル的な謎かけをしようと思ってるわけではありませんこういうことですここはレンジだよーっていうふうに語りかけてくれてますよねでトレンドが発生しましたよーっていうふうにここでは教えてくれてますよねで、えー、とここでは押し目が入って押し目が入って、えー、そしてここはトレンドが終わりかけていますよーってことを話しかけてくれてます新しいレンジに入るってことなのかもしれませんね 私はここがレンジに入ると思ってるんで、こういう風に枠をちょっと広めに未来の分までね、予測して設けますけども。そうなった時に、このレンジともう一つこのレンジがありますよね。基本的には私たちはこの間を一方的な倍とかセルによって取っていくんですね。まあ、今回は倍だけで取っていきましたけども、上手な人はここもセルで取っているかもしれません。ただ、 そこまでやるとね、ものすごく奥ま長者になっちゃいますんで、そこまでは求めてませんので、私たちは、まあ日々の生活費が稼げれば、とりあえずは十分だと思いますんでね。このトレンドは、取っていきましょうってことをずっとお話しております。そしてレンジの中は、取れないのかってことですけども、レンジの中はね、実はね、レンジの、上程と下定って言いますけども、赤で丸しましょうか。この上のラインと下のラインの、この間の、 幅が広ければ取れるんですよ。でも、精米と手数料でマイナス食らう可能性が高いんで、やらない方がいいかなっていうこところですね。その目安がだいたい、上底下程の幅、レンジの幅が70ピップスくらいだったら、まあ、なんとかやっていけるんじゃないかな。できれば100ピップスくらいだったらいいよねっていうことなんですよね。で、20ピップス、30ピップスを積み重ねていくってことができると思います。さあ、そしてですね、この冷やしのチャートは語るは以上なんですけども、この時間軸を狭めていくと、 この同じチャートでも別の見方ができるようになります。新しいチャートはカルテタールの方でございます。さあ、この中でトレンドと、それからレンジを見分けるとしたら、どういうふうな補助線が引けると思いますかね。まあ、一番目立つのはここかなと思いますね。で、次が、ここは箱にしにくいんですけども、あえてしましょうか。こういう風にね。うん。まあ、で、 これはね、ブレイクではないんですけども、そうですね。こういう風にしましょうかね。別の見方ができますね。うん、ここかな。あ、ちょっとすいません。スッと引けないところがね、まだ甘いところですけども、こんな感じですね。で、ブレイクして、取っていくところ。さっきと違うのは、このレンジがね、また始まった時っていうのが、こういう箱になってるんですよね。 でトレンドは発生したんだけどもそれが戻ってで新しいレンジになりました結果的にはだからこういうふうにレンジとレンジがかぶっていくってことになりますで上手にやればこっからここまでが取れるんですけどもそんなことはなくてねやっぱりここを突き抜けたところからエントリーするのが関の山でございますでなんだかんだで跳ね返ってこちらとこちらが 状態になりましたんで、箱で囲っていくって感じですかね。で、今後の模様ですけども、じゃあこれは何なのっていう風な形があります。これはね、ブレイクしたと思ったら、レンジに引き戻されたっていう、まあ、いわばノイズみたいなもんなんですよね。これが結構あるんですよ。うんで、これを騙しって呼ぶ人がいるんですけども、私、騙しっていうのじゃなくて、こういう特徴も込みで捉えていくのがチャートだと思いますんでね。で、トレンドの発生はここにもありますね。その前の、 チャートが見えませんので適当にこういうふうに囲っちゃいますけども、まあ、こんな感じで箱と箱の間のこのトレンドを取っていくのがまずは一番最初の戦略になりますテクニカルのねだからテクニカルってもうそのいきなり逆立候補みたいなのが出てきたりするわけじゃなくって基本的にはレンジとレンジの間のトレンドを取っていくって形になりますその方法としては レンジからブレイクする瞬間を狙っていくってことになりますんで私の相場解説でもこのブレイク狙いっていうのがねかなり出てくると思いますねでレンジに入ったらなかなかエントリーできないから見るだけみたいになったりねトレンドが発生しても上下にギザギザになっちゃうと手がつけられなくってランダムウォークとかいったりしますそういう時もやっぱり手を出しません大事なのはどんな時に手を出しちゃいけないのかってことをまず見分けることです分からない時に手を出さないってことですよねあと分かった気にならないことですよそのためにこうやって日々 オズセンを引いて練習すするわけですよでよ今は非常にね、分かりにくいところに入ってますんで、あまり無理しないでいきましょう。これが1時間足なんですけども、この前も話したように、昨日に引き続いて、これがね、右肩下がりになってるんですよね。だから厄介。右肩下がりの中でも、15分足とかで見ると、今回見ませんけども、上昇トレンドが今度発生してるわけですよね。うん だからこういうふうに、えー、1日足4時間足1時間足もしくはその下の買い足が右肩上がり右肩がり下がりがバラバラになっているとこれエントリーすごくしにくい状態なんですよだからできれば全ての時間軸が同じ方向を指し示している時の方が勝つ確率が高いですからねそこを狙いたいですよねこういった形でチャートが何を語っているのかってことを1つの時間軸につき1個か2個拾っていくと だだんだんエントリーしてていくべきなのかかかどうかってことがわりますで語ることが多いとこれは勘違いですからそれはねちょっともうちょっと理解を深めた方がいいのと語ることがやっぱり少なくてゼロばっかりだとこれまたできないですからねだから一つの画面で時間軸で1個か2個語るところが見つかるとそれによってエントリーの判断がつくよってことですね、えー、今日の「チャートは語る」はそんな感じでお届けしようかと思いますねうん まあ以前みたいに一方的に円安が進むってことはなくなりましてまあ、結構バランスしてるところかなと思います129円前後でで前回の放送でも申し上げましたけどもこの129円がね130円ぐらいになった時に新しく相場ってのは叩いていけるようになるんじゃないかなと思いますよねこの辺りですこの辺りぐちゃぐちゃってなったでしょでこれを伸ばすと130円ぐらいになるわけですよこれがだからあのゾーンっていうことになります はいじゃあ以上ですゾーン吐ききけました1時間のゾーンこれがわかると結構ね霊星がつくんですよというのがこの上昇トレンドがここにぶち当たった時にゾーンとトレンドがこうクロスするわけですから新しい判断ねブレイクして上に行くとか跳ね返って下に行くみたいなエントリーのポイントが見えてくるわけなんですよね で、現在これは上昇トレンドからちょっと横ばいに入っちゃいましたんで、また時間かかりそうだなと思って、今日のエントリーはなしよっていうようなね、結論になるわけですよ。まあ、今日は以上でございます。